こんにちは、中村えなです。ゆめタウン光の森のお得な情報を満載でお送りする光の森ドリームナビ。今回は私も大好きな熊本ラーメンのお店国定さんのご紹介です。テーマはお団子セット。あれと思った皆さん、続きをお楽しみに。それでは光の森ドリームナビスタートです。熊本ラーメンのお店本館1階国定にやってきました。熊本ラーメン国定は、熊本ラーメンの伝統を守りながらも進化を続け、どこにもないオンリーワンの一杯でお客様に幸せと感動をお届けしたい、そんな思いで心を込めて作っています。どうぞ国定の味をお楽しみください。今回ご紹介してくれるのは国定スタッフ船倉英樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、お店のご紹介をお願いします。はい、国定は昔ながらの手作りの優しい味を目指しています。国定のラーメンはスープ、焦がしニンニク、油、麺、チャーシューはすべて自家製にこだわり、より美味しいラーメンをお客様にお届けできるよう研究を続けています。とっても美味しそうなラーメンのお店なんですが、船倉さん、今回ご紹介するのはラーメンではないんですよね。はい、14時からの喫茶メニュー、こちらの3食お団子セットです。ラーメン屋さんでこんなに美味しそうなスイーツがいただけるんですね。はい、3色の色鮮やかなお団子を七輪で焼いてお召し上がりください。付け合わせのみたらしとあんこも相性抜群です。お団子との相性がいいコーヒーとラテもご用意しております。それでは早速いただきたいと思います。まずは焼くんですね。お団子初めて焼けます。どうなるんだろう。あー、いい感じに焼けました。では私はみたらしが好きなので、まずはみたらしつけて食べたいと思います。いただきます。うん、おいしいです。表面がサクッと香ばしくて、でも中はもっちもちです。みたらしともよく合いますね。ではセットのコーヒーもいただきます。後味すっきりとします。これは甘いお団子と相性バッチリですよ。そしてこのコーヒーはブレンドやカプチーノなど6種類から、そしてラテは抹茶ラテとほうじ茶ラテから選べるそうですよ。船倉さん、とっても美味しかったです。ありがとうございます。国定でお団子セットが食べられるのは光の森店だけです。ぜひ午後のひとときも国定でお過ごしください。ほくほく3食お団子セットは本館1階国定でお楽しみいただけます。今回は熊本ラーメン国定からほくほくお団子セットをご紹介しました。美味しい国定ラーメンと甘いお団子スイーツをぜひご賞味ください。船倉さん、ありがとうございました。次回も光の森ドリームナビをお楽しみに。